はい、スノーブーツですね。雨の日で濡れて、で、それをね、乾かす、やり方を、紹介しようと思います。スキーブーツはね、さっき撮ったんで、今、アップロードしてますけど、今、視聴回数が、僕だけですね。いっぺん流す、まあいいや。で、スノーブーツね、ノーカットできますね。スノーブーツの乾かし方、僕もやってることなんですけど、僕は、今日濡れて、で明日も滑るんだけど、明日濡れた、その靴履くの嫌だなっていうことあるじゃないですか。で、車中泊してる人、ホテルの人はちょっと車中泊の人限定になるからごめんなさい。で、スノーブーツを寝るときに、車内でね、寝るときにスノーブーツをそのエアコンあるじゃないですか。エアコンの暖房ありますよね。冷房か暖房だの。靴の入り口をもう差しとくんですよ。うん、で、エアコンってさ、ガラスと、こっちとかさ、下と上とか、なんか、2箇所空気が出てくるモードがあるじゃないですか。それじゃなくて、1箇所だけにするんですよ。で、僕の車は、足元が一番強いんですよ。一番強いところでやった方がいいです。で、真ん中のこの辺に当たる空気は、靴が固定できないから、まあ、メーターパネルか下でしょうね。多分ね、下の方がね、起きやすいと思うんですよ。で、下の方が多分大体穴が2つで、空気が強烈なんですよ。うん、で、そこにもうちゃんと固定しておく。靴の履く穴の部分をちゃんと固定しておく。それを外すと乾かないんで、そう。で、それを寝る直前にやるんですよ。それをセットしてから、その車内で動いたりすると、それがそのブーツの位置がずれちゃうから、寝る直前、後ろで寝るじゃないですか。後ろで寝れますよね。で、ブーツは運転席と助手席のところに置いてあるじゃないですか。そこにちゃんと固定して、ちゃんと命中させるんですよ、ちゃんと命中させます。そうすれば明日の朝乾いてます、ちょっと半額かもしれないですけど、まあ、その乾きます。で、そのビトビトに濡れるでしょ。例えば今日なんか雨ですよね。で、ビトビトに濡れて、その前に、まあ、ちょっとギュッて絞ってブーツをね、で逆さにしてポタポタって落ちるじゃないですか。そのポタポタが収まってからそのセッティングがいいですよね。で、寝る直前にセッティングしておくという感じですね。で、あとは窓はちょっと こんだけ開けといた方がいいですね。じゃないと、その足臭いのが寝てる時に足臭くて、ちょっと変な夢見るかもしれないんで、それはそうですね。そういう風にすれば、僕いつもそうしてます。そうすれば、一晩で乾きますんで、はい。ですね。だから、足だけにするんですね。足と上とかじゃなくて、足だけにして、で、強烈な、その熱いモードにして、で、強にして、置く。そうすると寝るとき暑いかもしれないから窓をちょっと開けるという感じですね。そうすれば本当にブーツの穴の中に本当に命中できますんで、そうすれば乾きますね。はい、ブーツは口頭で説明しました。スキーブーツの乾かし方はこういうふうに動画にしてありますので、ぜひ見てくれてますね。はい、2024年、1月次は多分27日、土日月と、多分行く予定なので、よろしく、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルバイチル。